皆様こんばんは。本日は2019ワールズプレイングループステージデイ1の模様をお送りしております。まあ続いてゲーム2ということでね、ようやくデゾネーションおかすみ VS スプライス、の模様をお送りいたしますけれども、まあ改めまして本日、デゾネーションおかすみ戦、実況するのはサイズです。そして解説にはアルボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあついにまずはやってきましたよ、ワールズね、そうですね。まあいきなり UOL がプール2がプール1を倒すという、まあ、波乱の幕開けといったところにしてくれたので、まあ、その流れに、いや本当にフォーカスミンを乗っていただきたいですね。まあでもドローショーで言った通り、やっぱり UOL は強いと注目だっていう話してましたけどね。そうですね。そしてまあ予想通りミッドジャングルでゲームを作っていって、でボットはハイマーディンガーピックで連戦をスキップしてというところで、本当にまあ試合前話して、僕とリクルート君が話してたことがそのまま反映されて、僕はボットないんじゃないって言ってたけどね、ハイマーディンガーでまあ逃げれるからって言っていたら本当にそうなって、ちょっとクラッチとしてはしてやられた感も、まあフニも頑張ってましたけど、ただフニだけ気をつけてればいいという風になってしまったのが苦しかったですよね。ただ一方でクラッチと比べるとスプライスはかなりそのバランスがいいチームなので、まあ、ドラフトのところでも有利作りたいですけど、ああいった形でターゲットをするというのはちょっと難しいチームかなという印象がありますね。はいはいはい、なるほど。まあそのあたりね、ここからデトネーションおかすみ VS マスプライスということでね、戦っていくわけですけれども、まあまあちょっと先にあのワールズのパッチが 9.19 ということで、まあ、かなりメーターがちょっと変更があって、まあ、見てる人もちょっと分かりづらいかなっていうのもあって、いきなりエコーが出てきたりだとか、あとレクサイもでハイマーなんかもそうですけど、 このワールズ中のまあドア玉っていうこともありますから、ちょっと注目のチャンピオンというか2、3体ぐらいちょっとなんかあれば。そうですね。まずその EU のキャスターのベリウスが毎回毎回大会の前にピックスウォッチ、注目すべきチャンピオンというのを3体挙げてるんですけど、クッキングしながらね、はい、挙げて今回はコスプレしながら紹介してました。パンテオン、エコー、そしてザイラサポートというところを注目チャンピオンとして彼らは挙げていました。そのパンテオンとエコーに関してはかなり多くのレーンに行けるんですよね。ジャングル、トップ、ミッド、またまたボット。パンテオンの場合だとサポート運用であったり、エコーの場合だとADキャリの代わりの形でディーラーとしてピックされる可能性もボットレーンではある、まあ、その可能性は低いくはありますが、ただそれでも4レーンいけるというそのフレックス性の高さがドラフトで大きなアドバンテージになるだろうと、はいはい、先ほどはクラッチピックしましたけど、そのフレックス性は生かさなかったですね、そうですね、そうですね。そこがちょっと鍵を握ってくるのかなと、個人的にはあとは、まあ、先ほど使われていたレクサイと、あとリーシンのバフも影響は大きいかなという感じはしますね。なのでジャングルのピックが大きな鍵を握っている。なるほど。あと見逃せないのが、まあ何といっても超絶バフをされたオリアナですね。アルティメットね、はい、ベース50伸びたっていう。なので、まあ、ミッドのピック、オリアナライズが基本ベースになるかなとちょっと思っていたので、初戦のトリスタンのピックというのはちょっと驚きましたね。さあ、そして映像の方でデトネーションおかすみの、まあ、準備の映像というのが我々の元には送られてきておりますが、まあ、現地はベルリンでね、時差がやっぱ8時間あるということで、まあ、行われておりますけれども、まあ、向こうはだから現地でいうとお昼ぐらいですかね。さあ来ましたね、スタッカー。まあ、いつものトップエビ、ジャングルスティール、ミッドセロス、ボット ADC ユタポン、サポートにゲン、そしてコーチにはカズというメンバーですね。鍵を握るのはやはりミッドジャングル、調整されたチャンピオンがかなり多いというところもありますからね。メタの変化も激しいと思いますし、どういったチャンピオンを選択するのかが、まあ、鍵を握っていると思いますね、はい。さあ、そしてまずはプール1ですね。プレインのプール1、スプライス、トップレーンから、ビジチャチ、そしてジャングラーがサーシ、ミッドレーンにヒューマノイド、 ADC ボットレーンコベ、そしてサポートにノースケレン。まあ、まずこのプレイヤーは注意だというプレイヤーは AD キャリーのコベですね。ああ、やはり、はい、LEC の中だとナンバー3と言えるぐらい優秀な AD キャリーだと思います。彼がというか彼にザヤを使わせてはダメですね。あのスプリングスプリットでザヤが強すぎて、はい、もうサマースプリットはもう使わせてもらえなかったんですよね。バンされるか取り上げられるかというところがありますから、そのコベ選手に、のチャンピオンというところはやはり警戒対象になってくると。
あとは、まあ、ルーキーの、まあ、ミッドのヒューマノイドですかね、はい、彼が明かりと攻撃を得意としている中で明かりが 9.18 のナーフであ出てこないかなと思ったんですけど、うん、19で若干バフされたので、そして先ほどまあ、フにも使っていた通り、まあ、WCS でも使われるだろうということで、まあ、彼の明かりというのもちょっと警戒すべきチャンピオンプールになるかなと思いますね、うん、まあ、あとアジールなんかもね、ヒューマノイドは。ただアジールに対してのベイガーという選択が今まで以上にちょっと効果的になるかなという感じもありますし、あとは普通にオリアナでもいいですし、はいはいはい、そういうところがまあどうなるのか、先出しがアジール出せるのかというところは、まあ、今後のワールドのメタを占っていく上でも重要なのかなと思いますね。まあ、なんでスプライスとしてはやはりミッドボットですか、特に ADC のコベ。そうですね、ボットを中心にゲーム作っていく形になると思いますね。まあ、そこまずはじゃあレーニングからデトネーションをカスミとしてはボットレーンを中心に作っていくと。もうこれ率直なその解説目線のレベルさんの目線でいいんですけど、ああ今入場してますね、デトネーションオカスミ のボットレーナー2人、ユタポン・ゲンが戦った際、どういう風になると、かなりそのキルレーンになる可能性が高いと思いますね、はいはい、特にゲン選手がアグレッシブなサポートが得意なので、うん、彼の圧力を生かしたボットのブラッディな展開、少数戦が頻繁に起きるような展開に持ち込めるとオカスミとしては可能性がかなり出てくると思いますね。さあ入場です。ここから王者への道が、世界の王者の道が、まあ、スタートとなります。まあ、このために国内リージョン戦っているプロプレイヤーがたくさんいますし、 LGL の国内の戦ってきたプロチーム、まあ、プロ選手たちも勝ってほしいとね、記事の方にも上がってましたから、まずはその初戦、まあ、一番はその様々な国際戦、日本戦我々見てきましたけれども、やっぱり初戦のその勢いをつけれるかどうかで、このプレインのステージ、まあ、グループの総合、ステージっていうのは本当に重要になってきますから。そうですね、まあ、感触、試合の感触も重要ですし、あと個人的に重要だなと思うのは、まあ、彼ら その相手の得意チャンピオンの番程度にとどめておいて戦略的にカウンターを取っていこうとするのではなくて、自分たちが得意なスタイルを相手にぶつけていった方が国際戦ではその勢いといったところも結果もついてくるのかなという感じはありますね。いやでも去年はクラウド9、そして今年はスプライスですよ。強豪ばかりですね、はい。まあ、ただ信じて、見たくなりますよね、本当にね。そうですね、個人的には今年は五分五分以上の形でラウンド1突破の可能性があるかなと僕は思っているので、まあ、そうですね、過去3年の中で一番期待している、年でもありますね。まあ、その期待という部分、そしてまあチーム自体、選手たち自身も思ってるでしょうね、過去最高のチームの仕上がりであるということは思ってる、それぐらい自信を持ってプレーをできるでしょうから、まあ我々は日本からね見守りたいと思いますけど、ゲンがちょっと鼻を気にしてるのちょっと気になりますけどね。大丈夫そうですかね。でもちょっとなんかステージ上は少し寒さがきついのかなというような形で上着を着ている。そうですね、多いですね。ビーチたちベテランなんですがワールド初です。UOL 時代から出てこれてないんですよね。毎回リージョナルのクオリファイアのところでトーナメントで負けるんですよ、決勝戦とか準決勝で。だから先ほどその元チーム所属していた UOL がクラッチを破りましたから。そうですね。ちょっと彼もやったろうみたいな勢いはついてるかもしれないですけど、ちょっとやはり怖いですね。彼のガングプランクが本当に強いので。まあ、今年から多分ワールズ見る方は分からないかなと思うんですけど、もともとユニコーンズ・オラブというチームがヨーロッパで活動、 EULCS の方で、まあ、活動していたということで、そこに所属していた選手がこの、ビジチャチというプレイヤーなんですね。スプライスのトップレーンなんですけど、そこから、まあ、トルコの、あ、トルコじゃないですね、 CIS の、リージョンの方に、まあ、チームが移ったということでね、まあ、フルスが勝ったから、どうなるかいうところなんですけど、ちなみにちょっと話題に出てきてないんですけど、スプライスのジャングラーのサーシっ
ていうプレイヤーはどういったプレイヤーなんでしょう。そうですね、基本的にできるだけリスクを取らずに細かな有利を積み重ねていくタイプのプレイヤーなんですけど、はいはいはい、調子が悪いときはあまりにもリスクを取らなさすぎて何もできない。あー、なるほど。ただ調子がいいときは本当に丁寧に細かく有利を積み上げていくんですよね。そして今年の夏は本当に調子が良かった、非常にいいパフォーマンスを見せていたので、はい、少しそうですね、スティール選手とタイプは似ているかもしれませんね。あー、なるほど。結構じゃあなんでしょう、聞いてる感じだとスプライスの戦い方ってデトネーションオーカスミーが積み上げてきたものにちょっと近しいような印象もあるような。そうですね、近いですね。ただチャンピオンプールをこう積極的に広げていくという点ではスプライスの方が上かなと思いますね。サイス選手もキアナジャングルを真っ先に使うなど、メタの開発という点でかなり優れているプレイヤーでもありますから、ジャングルのピックやはり 9.19 になった、さまざまなスクリーム等してソロキュー等も回してチャンピオンの開発というのはしているとは思いますけど、そういう点だとやはりサーシ選手の方が優れているなという印象がありますね。さあ、そしてデトネーションオーカスミ、まあこれ散々スプライスのこと聞きましたけど、そういったチームと戦う上でデトネーションオーカスミの重要なそのプレイヤー、そうですね、この戦いにおける勝ちに行くという点だとやはりサポートのゲン選手が、彼が鍵を握っていると思いますね。ラカンやノーチラススレシューのような攻撃的なチャンピオンサポートをピックした上でボットレーンからゲームを作っていくという形と、あとはまあ世界中で注目されているエビ選手、はい、このトップとボットの圧力といったところがかなり鍵を握っていると思います。このビジチャチ選手相手にエビ選手が圧力をかけられるのであれば、プレインのステージを誰に対しても圧力をかけられます。あ、それぐらいスプライスのトップレーナーは強い。強いですね。もちろんワンダー選手とか、はい、ビーポ選手ほどではないですが、ただそれらのプレイヤーと戦っても、うん、しっかりとした結果を残しているプレイヤーでもありますから、彼を相手に、しかも得意チャンピオンのガングプランクを渡した上でそれに対してプレッシャーをかけることができると相当楽にはなりますね、ドラフトの部分で。結構じゃあそこがその、まあ、総当たりなんで2ゲーム戦いますから、もう1ゲームを考えた際に、そこが結構鍵になってくるかなと。そうなってくると思いますね、はい、さあそれではドラフトです、見ていきましょう。ブルーサイドデトネーションオーカスミ、レッドサイドスプライス、 LJL のワールズが今始まりました。まずはファーストバン、やはり調べてますね、キアナ、そしてスプライスもハイマーディンガーはやはりターゲット、そしてガングプランクもターゲットしました。ビジチャチへのターゲットバンです。そしてパンテオンで、3つ目にデトネーションオーカスミはアカリ、スプライスはラストバンでシンドラと、なっております。おお、ファーストな、ちょっと強くすぎません？いや、まあ、笑ってますよ、カズコーチ、いいよいいよみたいな感じですかね、まあ、まずは得意チャンピオンぶつけていくと、はいはいはい、それに対してカウンターの懸念。でもこれザヤ、そうなんですよ、コッペのザヤを開けたのがいいのか、ビジチャチのガングプランク、ヒューマノイドのアカリは、まあ、ターゲットバンするのもうなずけるほど、はい、強力なチャンピオンですが、ザヤラカンを渡していいという判断は強気ですね。あとは気になるのはエビナー、即ロックだったんでカメラ追いつかなくて、いつものポーズができたのかどうなのか そ, うです、ね、それが決まらなくてカズコーチに笑われてたのかどうなのかっていうところはちょっとね、こちらとしては気になるところですけど、そこからスレッシュエコーと取ってザイラ、ラカンが空いてるんですが、まあ、ラカンでしょうね、そうですね、そうですね、ザイラカンのコンビ、エコーがこれちょっとでフレックス性がありますよね、今のところ。そうですね、ミッドジャングル、そして一応 AT、うん、ユタポン選手も使えると思いますから、ただ基本的にはスティール選手とセロ選手のラインでプレッシャーを、ドラフトのところでプレッシャーをかけていっている状況になると思いますね。だから ここまでのファーストフェーズの3つのピックという点ではデトネーションオーカスミ、まあ、国内リージョンでやってきたことをやろうと、そうなってますね、うん、そしてエリスセカンドバンフェーズですね、エビス選手の序盤のプレッシャーというのを相当フォーカスミーとしては警戒している一方で、スプライスはレイトゲームでの集団戦というところを意識したバーネをしていますね。結構スプライスってそのスケールチャンピオンを好むチームだと思うんですけれども、レイトゲーム神戸のチャンピオンのパワーが最大値に達した時に戦っていくということを好んで行うチームですからね。そこまで持ち込みたいという、まずはじゃあデトネーションオーカスミの考えがあるわけですね。そのようですね。ここでジャングルを抑えていく、ああヘカリム、あ本当にスケールチャンピオンになりました。オールインですね、
懸念も、いけますからね、ビジチャチが、多分使うことになると思いますが、それに対してルシアン、スレッシュルシアン、ボットレーン、キルレーン作っていく、さらにはジャングルにエコー置くのか、ミッドにエコー置くのかですね。さあラストピックノクターンということで、エコーがミッド、あ、これデゾネーションフォーカスミは全部得意チャンピオンが取れたと、そうなりますね。はい、そしてやはり来ますか、ライズ来ますかね。あれただノースケレン、いつもだったらそうです、あのボリビアとワービックを見せてからライズなのでちょっと緊張してますね、はい、ただノースケレン確かボリビアあまりうまくいかなかったという過去がありますけど好きなんです、はい、毎回見せるんですよね。でも一回やったんですよね、国内、はい、で負けたんですよね、はい、よくなかったです、ね、はい、さあというわけでドラフトが決まりました。まずはデゾネーションカスミ得意チャンピオンが取れた、スプライスはドラフトでちょっとカウンターを取りつつもコベの得意チャンピオンでやはり揃えてきたという感じにはなってますが、どう見ますか。お、ミッドノクターン仕掛けましたか。デトネーションオカスミミッドノクターンです。ソロ級ではかなり勝率が高いです、LJL 大好きおじさんという有名として有名なベリウスが、はい、ノクターンミッド得意なので多分今彼歓喜してるんじゃないですか。というかまずそもそもLJL の試合を見れてることに歓喜してると思います、はい、でなおかつ自分の得意なピックをやってくれてますからね、はい、この間ショックスと会う機会があって、はい、ベリウスが日本のこと大好きだから俺も好きだよみたいなことを伝えておきましたじゃんいやちょっと面白いですね。でも対面ライズどうなんでしょうね。実際ちょっと苦しいかなという印象はありますけどね。ただライズもミニオウェーブのプッシュを行うときに序盤マナが大量に必要になってくるので、そういう点ではプッシュ勝ちは簡単ですよね。はい、簡単に行えるかなと思いますね。ノクターンをミッドで運用する際に何が結局狙いなんですか。大きな利点としては先に相手にミニオウェーブを押し付けて、そしてアルティメットを使ったサイドレーン、そして相手ジャングルへのプレッシャーですね。なので狙いボットに対して入っていくと、なるほど、いうことになりますかね。さあいよいよ皆様始まります2019ワールズプレイングループステージ Day1 ゲーム2デトネーションオカスミ VS スプライスの試合スタートです。明らかに仕掛けました。なんといってもスリ選手が魂の収穫です。おー、セラスはリーサルテンポファイトを大量に行って スノーボールしていくというのが狙い、そして FM としてはそれが今強いメタだと考えている。一方スプライスとしてはオールイン構成ではありますが基本的にはスケールですね。ヘカリムもそしてライズもザヤもできればコアアイテム2つ以上欲しいようなチャンピオンになってますからね。ちょっとスローテンポな展開をスプライスとしては望んでいるというか、まあ、スプライスもこれ国内でやってきた通りの、戦い方とどう崩していくのか。デトネーションオカスミこれは楽しみです。まずはジャングルスタートアイテムエビがナを取ったときはここでいつもは先ほどのモーションをやるというのはもう有名ですから、ベジたちはちゃんと見てましたね。そうでしたね、うん、やはりミッドレーン注目されます。セロスノクターンパッシブ、わー Q2 回使ってえ早すぎませんかこれ。 Q2 回とパッシブ2回ですね。ラストヒットは落とさないようにはしてますが、そしてジャングルの中へレッドバフラプターチェックです。その動きというのはスプライスのワードによっては映っています。これはスティールとしてはちょっと動きやすいレーンが一つできましたか。そうですね、ヒューマノイドも、まあ、あとは E を取ってどれだけハラスできるかだと思いますが、そしてボットレーンの殴り合いゲンが狙われていますが神戸の体力はほとんど減っていません。やはり強いこのボットレーンは気をつけなくてはいけません。やはり気になるのはその神戸選手が最も得意とするザヤを与えたというところですね。レベル2はダブルを取りました。 E ダブル、いやただプッシュがハラスしても関係がない。ただマナを大量に使わされてはいますが、そうですね、これを
やはりライズが育てば育つほどこのプレーは難しくなっていきます。ノックターン自体が柔らかいですし、スキルレンジもライズの方が上回っていますからね。なのでこのプッシュができるうちにどれだけサイドレーンに対してプレッシャーをかけられるかというところが重要ですね。なんかちょっと見てるとあれですよね、今もうすでにセロスはリコールしました。昔のあのオレリオンソルのような、そうですね、戦い方、本当にそれに近いと思いますね。さあエビは得意チャンピオンナーを使用してのこのワールズのスタートですが、ラストヒットでは若干ですが負けています。ビジチャチがやはり強いのか、もうすでにワンウェーブ分の差、このビジチャチをどれだけ抑えれるかがデトネーションカスミにとっては重要ですから。そうですね、抑えれるというのもできれば押し込みたいですよね。ただマッチアップ的にはビジチャチ選手が使う懸念の方が有利なマッチアップなんですよね。サーシは来る、ただフックが入ったタイミング、おっと前に出たのはゲン、いけると判断している。イグナイトは入っていますが、それでもシールドが間に合った。さあそこにやってくるのはサーシだ、ファーストブラッド、サーシー、シースケレンのベイトでした。これは、まあ、このタイミングでヘカリムがボットガンクしてくるというところが本当に予想外だったと思いますね。ここを読み合いのところでサイス選手が上回ってきましたね。リプレイです。ノースケレンの、まあ、これもうわざと捕まりに行ったような、そうでしたね。イグナイトも使わせましたし、ここはやはりスプライスの方が一つ上回っていったようなシーンですね。ただここに対してセロス選手がレベル6になったタイミングで介入できると、この状況というのは簡単に崩せますね。キルはコベには入ってはいません。サーシに入っています。そのサーシが今度はトップレーン、ワードはない。エビがワードを置くタイミング、そのタイミングでサーシがブッシュから飛び出てくる。ピョンピョンからフラッシュアウト、ゲージは溜まりそうですが、スタンができると判断しているのはフラッシュイン。いやービジチャチしっかりとガンクを合わせてサーシのキル、これで2キル目。ヘカリムでレベル4そのままファームせず、もう一回トップにガンクなんてなかなか見ないガンクルートですからね。警戒はしていましたが、ちょうどそのタイミングでしたね。そうでしたね。さあこうなってくると、セロススティールのラインでどうゲームをコントロールするかになってきます。すでにグローバルゴールドでは1200ゴールドの有利というのがスプライスにあります。このところで、まあ、やはりフォーカスミーとしてはここで一つ踏ん張りたいところですよね。特にヘカリマスレベル6になるタイミングでまたガンクしてくることが予想されますから、そこのカバーというところが重要になってきますね。サマナースペルもゴーストですから回転早いですからね、そのあたりをどうかわしていくかというのは重要になってきます。かなりミッドからボットにかけての動きというのがスティール増えてきました。エビは1レベル差、レーンは苦しそうです。またしてもスタン、まあ、レベル差のアドバンテージがビーチャー選手にもありますから、今とりあえずコントロールするタイミングですね。おっとこれは狙いどころ、サーシがいる、分かっているか、パラレルトラップ、スタン決まる、よしスティール、スマイトで体力を回復したが、あっとシールドが間に合った。そこにパラノイア、セロスがシャットダウンからフラッシュアウト。さあコビが狙ってくるか、そこにフックだ、ミッドレーンからも寄ってきますが、それでもまず1キル取ったのはデトネーションホークスミ、ただ挟み込まれた 3v3、 ユタポンが集団戦には参加できないようなポジションだ。これで1-1トレードからワープポータルでヒューマノイドとコベがついてきた。ゲンがフレイで2人に合わせてからのフックを返しましたが、ようやくユタポンが出てこれた。ただカレナル登場のノックアップ、またしても2-2トレード、ヒューマノイドはフラッシュを使って離脱した。コベの体力とユタポンの体力ではコベの方が有利だ。3-2トレード、3キル獲得、スプライスです。いやスプライスが細かな部分なんですが、ブッシュにコントロールワードを置いたことによってユタポン選手が視界が取れずに殴りに行くことができなかったんですよね。ここのステイ選手の仕掛け自体はとても素晴らしいものでした。キルまで取れましたからね。先にここの後ですね、このブッシュにコントロールワードを置くんですよ。あーなるほど、これによってミニオンウェーブがタワーに当てることができてユタポン選手として入っていけるんですけど、奥の状況が少し分かりづらかったですね。イグナイトの視界の範囲とところもありましたが、これで分断されてしまったことによって長い間スプライスの方が人数が有利な状況、1人多い状況でファイトが続いたことによってスプライスがこの勝負勝っていきましたね。細かいところですけど、あのワードが効いたと効いてましたね。こういったところでただ
セロス選手がアルティメットを使ってサイドレーンに対して介入していく。そして、冷静沈着をルーンで選択していますから、キルが生まれば生まれるほどこういった感じでバックラインに対してプレッシャーは高くなっていきます。だからそれを本当に何度も繰り返していきたいですね。さあそしてトータルゴールド、現在持っている、個人金額のトータルゴールドが出ていますけれども、やはりコベとそしてサーシのゴールド、あとトップレーンエビとそのビジャチの差というのもちょっと気になりますね。400ゴールドは大きいですからね。AP 懸念のようですビジャチ。ただ狙い通りそのセロストスティールでボットレインへのダイブというのは成功させました。これをいかにどれだけ繰り返せるか、そしてスパイスとしてはそれをさせないためにミントに対してこういった形でプレッシャーを与えていく。サーシはもうすでにレベル7ウォリアーを持っています。もうこの段階ですでにダメージが出る、アイテムビルドにはなっている。ただスティール選手ももうすぐさまルデン以降を完成するようなぐらいまでゴールドは溜まりつつあると思いますけどね。ヒューマライザーのフラッシュがないことを狙ってますか。ああ、なるほど。さあ行きました、その通りですね。パラレルトラップのスタンは決まったか微妙なラインですが、フリーが決まっています。完璧ですね。ガンク成功、キルはスティールに入りました。セロス選手のなんといっても今ガンク警戒が見事でしたね。サーシ選手がかなり長い間狙っていたんですけど、ポジションをあえて下げることによって、しかも近くにスティール選手がいることによってミッドへのプレッシャーというのをカバーして、そしてヒューマノイズ選手が1人になった瞬間をしっかりとついてきましたね。いや、ただクラウドドレイクは渡したくないぞ。サーシはヘカリム、ヘカリムは移動速度が上がれば攻撃力が上がっていくチャンピオンですが、ここはしっかりと警戒できています。デトネーションフォーカスにクラウドドレイクを抑えました。いい展開ですね。そしてこの後セロス選手ヘルスクリブラッククリーバーですかね、セカンドアイテムとして狙っているのは。こうあのヘクストリンカーとかは購入しないと。ああ、本当ですね、ブラッククリーバー買ってもいいかなとはちょっと思いますけどね。ヒューマノイズ選手はやはり優れたミッドレーナーなので、うん、とても怖いですが、それ以上にスノーボールしていくことを選択したということになりますね。国内ではただこの戦い方あまり見せてない戦い方です。セロス、そしてスティールを中心に、何でしょう、先ほど見た UOL のような、戦い方をしています。ボットレーンではユタポンが CS を勝っている。ここスプライスとしてはまずとにかくミッドレーンを抑えないとダメですね。強気ヒューマノイドがセロスを警戒しなくてはいけないと。そうですね、そしてサーシもミッドを警戒していきたいですね。そしてアドバンテージ作ったタイミングでボットに対してこういった形でプレッシャーをかけていく動きが必要になってきますね。さあそれによって、あ、ボットレーン大きく下がりました。だいぶ警戒でユタポン、そしてゲンが大きく下がりました。ここは仕方がないですね。むしろ下がってなければダイブされて2キル奪われた上でタワープレート2枚剥がされていたような状況ですから、とてもいい警戒だと思いますね。もう一度吹く、いやミニオンとミニオンの間、フレイヤーちょっと魂の牢獄には届かなかった。ただ素晴らしいフックを見せましたゲン。スキルを使った後です。ヘカリムのアルティメットがないので下がらざるを得ないですね。さあサーシュのアルティメットが怖い。ただデトネーションオカスミはボットレインが寄ってきている。さあサーシが逃げるところ見てはいますが、逆に反転していく。ただセロスが前に出すぎたが、パラノイア発動からの、いや華麗なる登場、俺に夢中、2人捕まった。1キル獲得はまたしてもサーシ、スティールはクロノブレイクによって離脱成功です。ちょっとここフォーカスミらしくない部分が出てしまいましたが、おっとトップレーンのワンボイワン、エビボットレインに全部見えているのでワンボイワンを仕掛けた。雷撃のオーラシを返していきますが、ダメージ的には足りるか、惜しい。プロトベルトで避けましたビジジャチ。いや、エビ選手素晴らしいですね。苦しいはずなんですけどね、一度ガンクもらってますから。むしろ取り返してますね。ここで一つ先ほど気になった部分が、はい、スティール選手とセロス選手はブルーバフをセロス選手に渡すためにトップサイド側にポジションを取っていたんですよ。いかにグローバルスキルを持っているセロス選手のターンとはいえ、ボットのアクションに対して入っていけないタイミングだったんですよね、にもかかわらずかなり攻撃的なアクションをゲン選手が取ってしまった。でそこのカウンターを取られてしまった形ですから、ちょっとチームメイトのポジションとバランスが あえてリスクを冒して仕掛けたのだと思いますけど、ちょっと気をつけてもいいのかもしれないですね。ただ戦い方自体は非常にうまくはまっているというか、未だに信じられないんですが、LEC のチームに対して戦えてますね。これもう戦えてますよね。グローバルゴールドはもちろん負けてますけど、かなり今プレッシャーをかけてますからね。
さあ、そしてここはスワップをしてスプライスが先にリフトヘラルドに触っています。これに対してデトネーションオーガスミーは付き合いません。プレートを、取るような形でゴールドを稼ごうとしていますが、エビは警戒してもうトップレーンには体を出さないような、場所にいます。即座に炎症するでしょう。さあコベにゴールドを集めるつもりです。プライスここでタワーのトレードを狙っていきますね。こちらの方が先にエビがボットレーンに体を出してないですから、スプライスの方が早そうですね。そうですね、スプライスの方が早そうですね。やはりこれはヘラルド分の効果ですね。さあただスプライスというチームはリードを取ると強いチームでもあります。14分まであと少し、プレートを全部取れるかユタポン。ここでベッジャチが守りに入る。あ、2回目のヘラルドアタックがインナータワーに入った。さあそこに仕掛けに行くが、パラノイアしっかりフェザーストームからコベ反応する。さらにはフラッシュアウト、これで壁ドンできないか。いや、エビがそれでも強引にフラッシュを使って決める。セロスの体力がありません。しっかり羽を回収してコベが1キル獲得。デトネーションオカスミ仕掛けたんですが、スプライスのカウンターによって1キル取られました。いや、オートアタックが出なかった。あとさらにはボットレーンでヒューマノイドがアルティメットから2キル獲得です。スプライスボットガンクしましたね。リプレイでは来るとは思いますが、合計で3キル獲得はスプライス。サーシ選手がポジションを隠していたのが本当に大きかったですね。彼がいないと思ってトップサイド仕掛けていったんですが、ちょうど仕掛けたタイミングでサーシ選手がスリ選手に対してプレッシャーをかけるような形でエンゲージして、カウンターエンゲージのような形で入ったので、思うようなファイトの形を作れませんでしたね。ここのトップレーンのシーン、入ってなかったですね。アルティメットで戻されてしまいましたからね。あとはコメのアルティメットの判断が早かったですね、はい、それによってピアノ対象に選べませんでしたね。そしてボットレーンですね。これはビジシャチがうまいですね。もう完全にセットアップしている。ここ避けてますからね。フック当たってその間にイグナイト打てていればここで今まで倒せていましたが、しっかりとサイドステップで避けてましたね。いや、やはり一筋縄ではいかない、いかないですね。ただフォーカスミーの構成としては少数戦のファイトをどんどん作り出していくことが必要な構成ですから、はい、諦めずにやり続けるしかないと思いますね。そしてついにヒューマノイドのセラフが完成したことによってでしょうか、セロスとしては 1v1 苦しい時間に突入しました。アーマーもすでに買っています。クロスアーマー1つですけれども購入はできている。エビ側はトップタワーを追って、これでタワーをようやく、1つ目デトネーションオカスミは獲得しました。これアルティメットのレベルが2になりました。セロス選手としてはアルティクルダマ上がりますし、ここでファイトを作っていきたいんですが、スプライスとしてはこういった感じで丁寧に相手のサイズのジャングルの視界を取っていって、少数戦を作られないようにゲームを進めていくというのを続けますね。さあ16分30秒です。グローバルゴールドでは約5700ゴールド有利を握っているのはスプライス。普段行っている LEC のスタジオで戦っています。コントロールワードを大量に購入した両チーム、このコントロールワードを今後何に考え使っていこうと。フォーカスミーとしては自陣ジャングル内に置かれたワードを消すためにコントロールワードを少し浅く配置して、相手の視界を消してノクターンのアルティメットのプレッシャーを生かすために使っていくと。一方スパイスとしてはそれは逆で、攻撃的にポジションを取っておいて、そしてセロ選手のプレッシャーというのをカバーしたいと。で、意外だったのがボットレーンプッシュしてからミッドにスライドするかなと思ったんですが、その選択は取りませんでしたね。スプライス一旦リコールしてレーンウェーブ状況的には逆になりますからね。ここで少数戦は怖いけど、グループアップした集団戦であれば勝てるとスパイスとしては判断しているので、グループアップして、おー、ただタワーダイブサーシからハイティングオールに夢中捕まえて、まずは1キル獲得しているのはスプライス。そのままゲームを捉えて2キル目、
エビセロス待っていたんですが、カウンターデトネーションオカスミうまくできませんでした。今のあのオスケレンの中のアルティメットで相当入っていったスティール選手が捕まえられてしまって、アルティメットすら打てませんでしたね。さらにはトップレーンに戻ってエビを雷撃の大嵐、そしてやはりサーシがいる。ファイトの精度がやはりスプライス高いですね。ちょっとした甘いポジションでしっかりとついてきます。ここからは、まあ、スプライス側がかなり有利な状況なので、今のようにグループアップして少数戦ではなくて集団戦を狙っていくような形で入っていくと、アルティメット W はそこあとできませんけど、アルティメット E であればラッカーはすぐさまできますから、それによってエコーを巻き込むような形でザヤをカバーしたオスケレン選手のプレーが見事でしたね。ああ、もう完全に釣りだったんですね、これは。そうですね、エビ選手としてもちょっと甘えてしまったようなシーンでしたね。立ち上がりはちょっとついていけてたんですけれども、まあ、タワーが一歩なくなってというか、リフトヘラルドのシーンあたりから、苦しい状況になってきたと。そうですね、ちょっとそのサイドのタワーのトレードのタイミングもやはりテンポがスパイスの方が速くて、それに対して対応するためにボットのプッシュ、さらにはトップのところでもファイトを狙ったんですけど、そこが両方ともうまくいかなかったことによって苦しくなってしまったという状況でしたね。まあ、リスクをかけてその試合が進めば進むほど、デトネーションフォーカスミの構成としてはの、ナーのアルティメットが大量に入らない限り、ちょっと集団戦勝ちづらい構成ではあるんですよね。なので早い段階から有利を取り返すアクションが必要ということでリスクをかけた、その判断自体は非常にいいものだったと思うんですが、精度を変えてしまった、そしてスプライスの方がちょっと対話上手だったというところでしたね。さあこれで8000ゴールド差が生まれています。まあ日本としてはデトネーションオーカスミとしては、ちょっと苦しいような、戦いにはなってまいりましたが、難しいですね、ドラフトのところ で、 そうです、ね、やっぱちょっと小部選手のザヤが気になりますからね。やっぱり別次元ですよね。あとノースケレンのちょっとラカンもそうでしたね、非常に本当にいいパフォーマンス見せてますからね。まずは最初のガンクのサーシのレベル4でのボットガンク、他の例えばリーシンでエクサイエリスであれば警戒したはずなんですが、レベル6のファームが必要なエカリムですからね。そうですね、ただここは狙い通りのことができたんですが、まあ、やはりスプライスも一筋縄ではいかないと。そうでしたね、まあ、グロンプにすぐさまスマイトを打ったサーシを褒めるべきでしたかね。その体力の差分によってノクターンがフラッシュ使わされるか使わされないかというところまで行きましたから、一瞬の判断やはりスプライスの方が上回ってましたね。あとはまあやはりこのノクターンミッドという構成が狙いが一つ分かりやすかったので準備できていたというところも間違いなかったと思いますね。いやただ本当にヒューマノイドがデッドしないですね、このプレイヤーは。まだ2年目なんですけどね、安定してますよね。してますね。だからスプライスのプレイヤーのキーボード、サーシのキーボードを書いてますね。はい、のようですね。今セッティングをして、リスタートが、かかったら再度この試合の状況というのをお伝えしていきたいなと思います。このプレイヤーはもともとTCL でデビューして、キャップスとともに、TCL トルコでデビューして国内ドミネートをしたんですが、そしてキャップスはその活躍が認められてウナティックへ、はい、そしてサーシは UOL へ、まあ、移籍したというところで、ビシャシと、そのサーシというのはかなり長い間 UOL で一緒にプレーしていたコンビでもあるんですよね、はいはい、ただ本当にヘカリムで彼がまさかレベル4でボットガンクするとは思いませんでしたね。ちょっとサーシのガンクによって崩されたっていうのはやっぱりありますよね。ありますね、
まあ、19歳の時に、今19歳ですか。そうです、あのデビューが若かったんで、はい、そうですね。LEC で一番スプライスで、年齢が高いとなるとやはりビジタチ、こちら26歳、ヒューマノイドも19歳ですからね。まあ、ただ国際舞台の経験が特別多いチームではないので、うん、スプライス自体は2回目なんですけど、その時とはメンバーがコピー以外は違いますから、まあ、そういう意味ではプレインから始められるというのはスプライスにとっては結構大きなアドバンテージになるのかもなと思います、ね。まあ、あと地元開催と普段やっているスタジオで行うというのはありますから、フォーカスミーとしてはもう今後はとにかく今までと同じように少数戦を狙い続けてプレーの精度を上げてスプライスを上回るしかないと思いますね。それに対してスプライスとしてはグループアップしながらバロンを狙っていく形になると思いますね。狙い通りのことはできているんですけど、細かなところでやはりスプライスが上回っていると。そうなってますね。この壁というのをまあどう崩していくかというのがデトネーションフォーカスミーが行わなくてはいけない、まあ、試練であるということなんですけれども、ただずっと気になっているのがそのやはりボットレーンですよね。ゲンがちょっと苦しんでいるような、こう、まあ、仕掛けるタイミング、フックの精度というところはまあちょっと変わらないかなとも思いつつも、うん、こうスティール選手やセロス選手との連携というところが、まあ、ちょっと普段とは違うなという。あとコインの選択で気になってたのが、そのゴールド拾えてないんですよね、コインの選択で。ロースケレンが選んでいるコインの方がやはり圧倒的にゴールドを稼いでいて、確かにそうでしたね、300ゴールドほどすでに、はい、早い段階から差をつけられてましたね。ジークコンバージェンスをすでに購入しています。セタポンエッセンスリーバー、ボットレインエビを狙いに行く動き、もう早めにこれはフラッシュを使用しました。ヒューマノイド、サーシ、さらにはビジタチまで来ていました。ここでカウンターのような動きがフォーカスに取れるといいんですが、かなりその全体的にミニオンを押し込まれてしまってますから、はい、カウンターの少数戦のアクションというのはちょっと取れないですね。あとエタポン選手のマナもそうですね。あーっとフラッシング、これに夢中、カレナル登場、ここがクロノブレイクを使いました。パラノイアカウンター準備はしていますが、タワー外へヒューマノイド、ただそこにいや入った、あったメガナ完璧だ、エビの集団戦のナーが決まった、ダブルキルはエタポン、そこから雷撃の大嵐、前には出ましたがビータジがうまく返した。そしてフリーになっているのはコベだ、いい集団戦をデトネーションオーカスミは行ったんですが、コベにはやはり届かないのか。いややっぱ強い、3、4トレード、4キル獲得スプライス。この状況で3、4トレードしたフォーカスミー、本当に素晴らしい集団戦をしたんですが、もうエビ選手が素晴らしかったですね。浮いたの、あのヒューマノイドを狙うというセロス選手の判断もパーフェクトでした。ねえ、アルティメットが間に合ったのは本当に大きかったですね。ここですね、4人、5人に入りましたか。入りましたね。ただこの後のやはりコベが雷撃の大嵐と合わせた AOE ダメージでほとんどのプレーを刈り取っていきましたね。さすがコベのザヤと言うべきでしょう。6キルノーデッド5アシスト。ただこれでいいんですよね、デトネーションオーカスミーは。そうですね、やはり集団戦勝つにはエビ選手のナーのアルティメットが必要ですから、うん、ああいうところでまあ自分たちからアクションを起こしていくというのは重要ですね。ファイトをしなければ可能性はないですからね、この構成は。ポークが強い構成でもないですし。そしてスプライスもかなりこうタワーダイブして早めにゲームを畳みたいよというような動きというのを続けてますからね。まあ、すでに今1万ゴールド近くまでゴールド差が広まっている。そしてそのゴールド差というのは試合時間が早ければ早いほど効果的ですから、先にそのゴールドのアドバンテージを生かすためにテンポアップしているなという印象はありますね。さあ大丈夫でしょうかね、ちょっと
不安にはなりますけれども、ああ大丈夫のようですね。さあミスタートクラウドレイクを1つデトネーションをカスミは取っています。オーシャンドレイクを持っているのはスプライス。ミジシャチがちょっと面白いアイテムを購入しました。スペルバインダー、1対1に強くなるアイテムという印象がありますが、まあ、集団すれば生かしていくということですかね。さらにはヒューマノイドがグローリーです。コッペが怖いアイテム3つ完成しましたね。ユタポンはインフィニティエッジにセカンドを選択して、これからサードアイテムというようなところになっています。ダメージは十分出ますが、やはりザイアと比べるとどうしても落ちてしまいますね。そしてあのサーシのアイテムビルドちょっと面白いですね。トリニティホースには行くんではなくてコテを購入するとフロントを強化することを選択しましたかね。ダメージが出つつも、まあ、シールド体力の増加を生かしてある程度フロントラインを意識しているような形になりますね。クロスアーマー購入しているところを見ると次ガーディアンエンジェル、そうですね、そうなると思いますね、はい、もしくはデッドマンプレートも一応ありますか。この展開だとガーディアンエンジェルの方がフォーカスミカーすると厄介かなという感じですね。あ、なるほど。勝っているチームにガーディアンエンジェルを持たれると、うん、苦しんでいる からすると本当に対処が難しくなりますからね。さあバロンはすでにアップしています。ネクストドレイクはクラウドドレイクです。ノースケレンを先頭にかなり強気なポジションまで押し込んでいるのはスプライス。アルティメットは全員上がっています。サマナースクールでないのは、コベ、そしてヒューマノイド、ノースケレンのフラッシュ、いやそしてビンタチもほとんどのプレイヤーはサマナースクールがない状況になっている。ユタポンのみですか。おっとこれヒューマノイド狙ってますか。ただパラレルトラップヒューマノイドへスローがただ入りませんでした。エビ、あとはフェイズラッシュ、移動速度が上がります。ボットサイズにプレッシャーをかけたのでトップサイド側へのフォーカスミンの視界のコントロールがやはりラインが下がりました。それを生かしてスプライスとしては、まあ、バロンになりますね。そしてフォーカスミンそれが分かってるはずですね。さあパラノイア、ワンポータル間に合うか、フリーどちらが早い、いやーワンポータル間に合った、フリー状態でも間に合いました。さあそこからバロンに触っていますが、テレポートを使ったのはデトネーションオーカスミ、エビが使います。それを見てバロンはキャンセルです。キルが取れていればかなりいい動きでしたけど、狙いとしてはもう素晴らしい狙いだったんですけどね。面白い仕掛けでしたが、イグナイト使っていればダメージ足りてましたね。ただ使いたくないというのも分からなくもないと。これでエビ選手のテレポートがなくなりましたから、まあ、スプライスとしてはもう一度触りますね。エビ選手がボットに現れましたし、はい、さあ反転もできる。ラカンが怖いとラカンが可愛い、ノースケレンが怖い、スティールがかなり前に出て無理をしている。クロノブレイクがありますが、あっと捕まった、アルティメット使えずにデッド、かなりこれは無理をせざるを得ませんでした。これはちょっと諦めますかね、相手がないですからね。これでバロン獲得、スプライスです。本当にボットレーンの仕掛けが決まっていればと。そうでしたね、本当に細かなところの精度というところが一つ一つスプライスの差につながっているような展開になってますから。ただ、まあ、ここでも、まあ、やることは変わらないかなという感じですね。フォーカスミーとしてはグループアップしてなければもう仕掛けると、はい、まあ、ただそれが分かってますからね、スプライスも。レーンワード置けてるのはいいですね。これで浮いてることが分かってますよ。ヒューマノイドがいる、ただちょっとこれはスティールがもらうダメージの方が大きくなっている、そういう風に見えました。ボットレーンにはフィッシャーチ、そして4人でグループアップしてスプライス、ミッドレーン、そしてボットレーンも押し上げています。こういった形でグループアップをされると AOE の CC であったりダメージはスプライスの方が多いですから、フォーカスミーとしてはちょっと苦しくなりますね。さらにはレンジの短い、まあ、ルシアンですから、あーゾーニングされてミニオンに触れない。パラレルトラップ3は決まった、ただその瞬間にノースケレンが反転していく。ランタンがありますがクロノブレイク、集団戦にはつながりません。これでただイグナイトを使わせましたが、いやそうですね、ちょっと仕掛ける通過これで
大霞としては難しくなりましたね、ノクターンのアルティメットがまだ残ってますから仕掛けたいところでありますけど、ただメガナーが終わります。エビのゲージがもう少しで終わります。そしてビジタシの雷撃の嵐は残っている。ボットのインヒビター獲得したのはスプライスです。そして今度はミッドレインへ。エビの体力はほとんどないが、コベのナイススネア、ここはフラッシュアウトです。さあそしてパラノイア発動、ただ雷撃の嵐、さらにはのしっかりと合わせてきますスプライス。うわ、いやコベがちょっと止まりません。このコベをどうしたらいいんだ。ダブルキルはコベ、スリーキル獲得スプライス。このままエンドですかね。そうですね、ミニオンウェーブが次が来ますからテレポートもあります。ビジタチがテレポート、ミニオンを守ってゲームエンドを狙っています。スプライス、デトネーションを霞はセロス、そしてエビが残ってはいますがどうしようもありません。コベがやはりコベのザヤは私はいけなかった。気がつけば11キルノーデッド5アシスト、スプライスの勝利となりました。ただ決してフォーカスミーが悪かったかというと、一つ一つのアクションの精度を上げていけば十分可能性のあった試合ではあったので、まあ、初戦としては何もできなかったわけではない。しかも強豪の LEC のフルワンの相手に、非常にいい形を、まあ、序盤作れてましたから、まあ、それを、まあ、次のイスルス相手にはしっかりと作るという点が重要だと思います。ただちょっとやはり気になったのはザヤ、そうですね、でしたかね。ナーのファーストピックも最初はカウンターを当てられて苦しくなるだろうなと思いましたけど、序盤こそ苦しかったですけど、と後半、まあ、特に中盤以降のファイトの部分では一つキーポイントになるくらい活躍されてましたから、やはりエビ選手のナーは通用するというのは間違いないですね。9レベルになってから勝ってましたからね。9のレベルが5、5になってからですよね。そういったところでうまく勝ててましたからね。なのでこの敗北は、まあ、プラスに考えて、まあ、考えられないかもしれませんけれども、ただちょっとプラスに考えて、そうですね、プラスに考えて、まあ、次の試合に向けて、ね、切り替えると、はい、本当に短い期間で、かなりの試合の数をこなさなくてはいけませんからね。まあ、こうなった時に、まあ、ただフォーカスミーとしては面白いのは、まあ、そのファイトをするという構成、序盤から狙っていってうまくいかなくてもしっかりと続けていたというところは、まあ、彼ら本人としてもある、まあ、しっかりとその戦略の遂行という点ではぶれなかったと、そうですね、いうところは良かったと思いますね。なんか、なんでしょう、あの手応えをちょっと感じたような、試合だったかなというのも私としては感じたんですけれども、僕も負けてはしまって最終的には大差になってしまいましたけど、しっかりとしたアクションを続けながら主導権を握ってましたよね。ただその主導権に対するカウンターの準備がスプライス本当に常に正確だったというところで上回れてしまいましたが、あ、ただやはりコベのダメージですかね。ちょっとただ全体的にダメージがエビぐらいですか、出てるのが、まあ、早段階で、まあ、ノクターンからのエンゲージで一方的に有利を取るという展開が潰されてしまいましたし、あとノクターンの役割としてはアルティメットで敵を攪乱するというところの狙いでしたが、ダメージが伸びないのは仕方がない部分がありますから、気になるのはやはりルシアンがダメージが出せるようなタイミングがうまく作れなかったことですかね。まあ、それだけスプライスのボットレーナーがやはり強いと、コベはもうベテランのプレイヤーですからね。かなり今油が乗ってるようなタイミングで WCS の主要でもありますし、まあ、ただ次の試合ではもうザヤは開かない、国内でも開かないんですよね、はい、夏は使えなかったですからね。なんか使えなくてカイサを仕方なしに取ってるみたいな。もちろんカイサも素晴らしいんですけど、ただザヤのパフォーマンスと比べるとというような印象がありますか。ただ、まあ、ザヤがナーフされたじゃないですか、アーマーが下がって、はい、そしてアルティメットのクルダも伸びたので、はい、ルシアンであれば勝てるかなとちょっと思っていたんですが、ベース AD3 伸びましたからね、はい、なのでいけるかなと思ったんですが、そこがやはりそのレベル4でのサーシのボットガンクで、はい、崩されてしまって仕掛けるタイミングがうまく作れなかった。やはりトータルで見るとスプライスの方が細かく上回ってたかなという感じがしましたね。あとはスプライスは本当に戦い方通り、まあ、スノーボールしていくチームということで、
しっかりとスノーボールを狙って、ミッドレーンのタワーダイブなんかも本当に早かったですからね。ああいうところはちょっと次の試合もう一度デトネーションオーカースペース多分サイドを入れ替えて、別日になりますけれども、まあ、戦わなくてはいけないというところで、気をつけなくてはいけないんじゃないかなと思いますね。さあそれでは、この後ですけれども、ゲーム3、マンモス VS ユニコーンズオブラブの、試合に移りたいと思いますけれども、一旦インターバルとなります。それでは一旦失礼いたします。